ニール・マグニーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ニューヨーク州ブルクリン出身、エレベーションファイトチーム所属、UFC 世界ウェルター級ランキング8位、ハイチ人とドミニカ共和国人の家系の家庭に生まれる。17歳から、ミゲール・トーレスのジムで、ブラジリアン柔術とキックボクシングをはじめ、南イリノイ大学進学後は、国家警備隊に入隊。 全米平格闘選手権と全防衛軍格闘技選手権で優勝し、大学在学中の2010年に総合格闘技デビュー。2012年8月、リアリティ番組ザ・アルティメット・ファイターのシーズン16に出場。シェイン・カーウィン率いるチーム・カーウィンに所属。ベルター級トーナメント1回戦でキャメロン・ディフリーと対戦し、3から0の判定勝ち。2回戦で ブリストル・マルンデと対戦し、3から0の判定勝ち。準決勝でマイク・リッチと対戦し、肘打ちで小巻きを喫した。2013年1月、プロ格闘家に専念するため、イリノイ州兵を退役した。2013年2月23日、UFC 初参戦となった UFC157 でジョン・マンリーと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2015年2月14日、UFC ファイトナイト、ヘンダーソン VS、サッチャで、ストラッサー・キーチと対戦し、リアネーキド・チョークで一本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年5月16日、UFC ファイトナイト、エドガー VS、フェイバーで、イム・ヒョン・ギュッと対戦し、パウンドで TKO 勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年8月1日、 UFC190 でウェルター級ランキング6位のデミアン・マイアと対戦し、リアネーキドチョークで一本負け。2015年11月21日、UFC ファイトナイト、マグネ VS、ガストラムでウェルター級ランキング15位のケルビン、ガステラムと対戦し、2から1の判定勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。2016年3月19日、UFC ファイトナイト、 ハント VS、ミアで、ウェルター級ランキング13位のヘクター・ロンバードと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年12月30日、UFC207 でウェルター級ランキング6位のジョニー・ヘンドリックスと対戦し、3から0の判定勝ち。2017年9月9日、 UFC215 でウェルター級ランキング10位のハファエル・ドス・アンジョスと対戦し、片方目で一本負けを喫した。2017年12月30日、UFC219 でウェルター級ランキング8位のカーロス・コンディットと対戦し、3から0の判定勝ち。2018年11月17日、UFC ファイトナイト。 マグネ VS、ポンジニビオでウェルター級ランキング10位のサンチアゴ、ポンジニビオと対戦し、右ストレートで小負け。2019年5月14日、全米アンチドーピング機関による抜き打ち薬物検査を5月5日に受け、禁止薬物 D ハイドロキシ LGD-4033 の陽性反応が出たことを5月11日に、ウサダから通知されたことを、マグニーが自身で公表した。 2019年9月11日、調査の結果、陽性反応の原因が汚染サプリメントによるものと証明されたため、うさだによる処分を受けずに済んだことを、マグニーが自身で公表した。2020年8月29日、UFC ファイトナイト、スミス VS、ロキッチでウェルター級ランキング13位のも UFC 世界ウェルター級王者ロビーローラーと対戦し、3から0の 判定勝ち。2021年1月20日、UFC オン ESPN、キエーザ VS、マグネでウェルター級ランキング8位のマイケルキエーザと対戦し、0から3のノー R 判定負け。2021年5月7日、UFC オン ESPN、ロドリゲス VS、ウォーターシンでウェルター級ランキング10位のジェフ・ニールと対戦し、3から0の判定勝ち。 ありがとうございます。